フリードランドはフランス海軍が建造した装甲艦である。同型艦はない。本艦は全球である、オセアン級の改良型で船体の材質をすべて鉄製となった艦である。船体の基本形状は全球と同じく艦首水面下に昇格を持つ船体に3本のマストと中央部に1本煙突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。 全球で、船体中央部の4箇所にあった円形のバーベットは、本館では、左右1箇所ずつの2箇所に減少している。また、バーベット部には、走行は貼られていない代わりに、1870年型 27cm 砲のス数は全球の4機の倍の8期に増加しており、原則の方角部に 27cm 砲を左右3機ずつ配置している。これにより、 前後方向への火力は前球と同じ2門だが、左右方向には前球の倍の最大4門が、試行できた。原則の方角内には、1870年型 27cm 砲が、単装砲がで6機が、左右3機ずつ配置されており、床面には、円弧状のレールで 27cm 砲の砲がを、旋回、移動させることにより、 少ない訪問から方針を出した際に訪問を視点として法備部を動かすことにより広い社会が得られた。他には全球に引き続き複砲として原則に1870年型 14cm 砲を単装砲がで8機を配置した。竣工後に節原乗り込み時の戦闘用の 47mm 回転式後連装機関砲が単装砲がで8機から 随時増設され22機まで増備された。他に、対艦攻撃用に35センチメートル、単装魚雷発射艦が2機から4機が搭載された。本艦に搭載された、指揮艦は、船体中央部の主要防御区画内部に配置した、石炭線小円艦8機に、水平型2段膨張式レシプロ機関2機1、軸推進の構成は変わらないが、 機関技術の発達により出力は4500馬力に向上したが船体が大型化したため速力は13.5ノットと全球と同速力であった。燃料の石炭は630トン搭載された状態で10ノット巡航で2666回りを航行することができた。世界の感染増加フランス船艦士。ありがとうございます。